こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、一言すでに発せば死ぬも追いがたしです。一言を発してしまったら、四頭立ての馬車で追いかけても絶対に追いつくことはできない。好機を逃してはならないという戒めで、また口は慎むべしとの教訓です。締めは四頭の馬、あるいは四頭の馬で引く車のことです。では今から、一言すでに発せば締めも追いがたしを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。